ハロー常磐病院の職員の皆さん、今週お伝えしたいのはただ一点、コロナに気をつけましょうです。常磐病院の透析患者様にもコロナ感染者が発生しました。コロナは東京など遠い地域の話ではありません。身近にもう来ております。皆さん、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス、これを守って日々の生活をお願いします。今週は3連休で始まりますけれども、ぜひですね、3密を避けてお過ごしください。あともう一つお願いがあります。皆様方職員がですね、一般の方々にコロナの状況をいい加減な情報で口外しないでください。これが風評被害となってですね、常磐病院は、コロナが蔓延してるなんていう噂が立ってしまうかもしれません。ぜひお気をつけください。コロナ対策のため、食堂での会話はぜひ慎んでください。ね、はいはい、はい。それでは今週もコロナに気をつけて元気にお仕事いってらっしゃい。